皆さんこんにちは。またまた樋口和彦が出てきたと思うんですけど、この間、まあ、薬を飲んで8年間棒に振った話をしたと思うんですけど、フルートを売ってしまったことはものすごいショックです。256万円で金のフルートを買ったんですけど、この間の感情の変化で売ってしまいました。それでこの256万の金のフルートは、まあ、定価は約270万ぐらいして、今はもう 10% になってますので、値段がまあ10万円ぐらいは上がってるかと思うんですけど、これを買う前もものすごい迷っていました。それで村松楽器でね、金のフルートをね、何回も、まあ1年ぐらいかけて試奏したんですよ。それで、まあフルート習ってる先生からはね、お前は SR を持っとるで、そんなもん金なんていらんぞとかって言われて、そんなもん無駄やって言われました。まあ本当に無駄になっちゃったんですけど、それでその SR をね、持ってた時だったんですよ、銀の SR。それでまあ銀の SR を持ってて、また金を買おうと思ってて、まあ村松が金も何回も足を運んで試奏したんですけど、やっぱり金の音はいいですよね。華やかな金はね、それで銀はね、フルートのね、ちょっと深い、まあ音色がするんですよ。深いって言ったら僕もちょっと説明しにくいんですけど、それで金になってくると音がね、まあ派手々しいと言ったらいいか、まあフルートの明るい音がするということです。まあ明るい音をするっていうよりか、銀がまあ暗いっていうわけではないんですけど、まあ金の方がまあ音がまあ、はい、言ったらね、音が透明な音がするという感じなんです。フルートの音が透明な音がするんですよね。それでやっぱり何回も試奏してみて、やっぱり色も綺麗やし音もいいなと思って、感情のコントロールができたんで、もしかしたら注文したんかもしれませんけど、親の反対とかね、まあ、先生の反対を押し切って、まあ、勝ったということなんですよ。それで、SR 勝った時も、確かね、116万したんで、SR 勝った時も、うちのお母さんは3日ぐらいは寝れなかったそうなんですけど、金はもっと寝れなかったんかもしれませんね。話は聞いてないんですけど、それで、金のフルートも、の時は、まあ、艦隊が14金で、そのキーの部分とかメカの部分が銀でした。それで、そのメカとかね、そのキーの部分も全部14金になると、だいたい600万円ぐらいはします。600万円です。これはハーカンです。ハーカンですね。で、私はまあ SR の時からハーカンを持ってましたので、この14金もハーカンが欲しいなと思いまして、ハーカンのリングキーのオフセットの E メカ付きを注文しました。で、それもね、まあ親と揉めて、結局自分の感情のコントロールがめちゃくちゃできた時にそれを購入しようとしたんですよね。それで、まあ注文しまして、だいたい手付金が50万円払いまして、それでまあ1年ぐらい待ちました。それで、村松の楽器は SR 以上はだいたい1年待ちだそうです。それで金の楽器は絶対1年はかかるそうです。だいたいこの金の楽器は11ヶ月ぐらいかけてできてきました。で、11ヶ月目にまあできてきて、それでまああとの200万円ちょっと払ったということです。それでまあ256万円だったんですよね。だから何をしてきたんかなと思ってね、この間売っちゃったじゃないですか。それで仕事を5年半働いてきたんです。5年半仕事。それで結局初めは塩川ルエハイムを1年で、それであと名古屋っていうところで1年で、大家族に3年半いたんですよね。まあ結局ね、大家族は結局そ薬で結局感情のコントロールができないなってやめてしまったものなんですけど、まあそっからがね、まあ問題でしたね、本当に。睡眠薬飲んでね、まさか自分が勝手に病気になっとるとは思いませんでしたわ。それで、まあ、うちの親もね、その僕は病気やって、お父さんもね、お母さんも、うちは僕は病気やって言って、
結局精神科に行った方がいいって言って、まあ森本クリニック行っていろいろ薬をもらって、またねおかしくなったんですよね。さ、この間もちょっとお話ししたと思うんですけど、まあその結局ね、まあ去年はね、精神科の薬は、まあ去年その入院した後はもう完全にきっぱりとやめたんですけど、やっぱりそのマイスリーの副作用があって、イライラとかね、興奮とか感情のコントロールがやっぱりできなかったみたいです。まあこの間もまあお話ししたと思うんですけど、皆様もね、まあ飲まない、絶対飲まなあかん薬は飲まなあかんと思うんですけど、これ特にね、こう精神科の薬とか睡眠薬はね、本当に気をつけた方がいいですよ。もしかしたらね、僕他の人、その観音さんかも聞いたんですけど、その他の人の例でも結局なんかうつ病やなとかって言って薬飲んで余計おかしくなって、それで薬をやめたらなんかそのうつ病が治ったっていう話も聞いたことあるんですよ。それで薬飲んだら余計におかしくなったっていう話もよく聞くんですよ。その精神科の薬飲んでおかしくなった人で、病気ではもともとなかったのに結局その薬を飲んだためなんか病気になってしまったっていう話もよく聞いたことあるんですよ。だから僕もその例なのかなと思って、その僕も例のその一つになったのかなとか思ってるんですけど、まあ本当にね、まあ早く分かればよかったです。そしたらこうやって金のフルートも失わなくてよかったし、信用も信頼も失わなかったし、今頃まだ仕事してたかもしれないです。そういうのがなかったら。だからその薬、まあ一つでね、結局人生がねダメになる可能性も高いですし、私みたいに人生がもうそのまま終わってしまうのかなと思ったんですよ。そのままどっかの施設とかどっかの病院に放り込まれて、それで廃人になって終わるのかなって思ってたんですよ。それでその観音さんからも言われたんですよ。それで僕はそのまま薬続けとったら廃人になっとったんで、それでまあ厚生病院にそのまま放り込まれとって、薬ばっかり飲まされてもっとおかしくなっとったよっていうことです。それでまあ観音さん、まあ小物の観音さん、ここに動画にも載せてると思うんですけど、僕はね本当は病気じゃないって言ってたました。それで薬でそうなったんやって言われました。それはもう飲んでる時から言われたんですけど、僕は親にもいろいろ言われて、病院からもいろいろ言われて、僕は病気かなってずっと思い込んでたんですけど、そうじゃなかったんですね。早く考えたら、早気づけはよかったんですけど、もう気づいた時にはもう終わってましたね。仕事も信頼も信用も失いました。本当にいろんなところもね、出入りが禁止になりました。もう今更ね、これ薬飲んでからだからこうなりましたって言っても多分ね許してくれないと思います。薬を飲むっていうのは人から言われて飲んだわけではないと思いますね。自分から飲んだんで、自分がね悪いんですよ。これは自業自得ですよ。早くね分かっとけばこんなことにはならなかったんですけど、まあでも薬は本当皆さん怖いですから気をつけてくださいね。それからね、私ね、まあ睡眠薬をまあ10月の31日まで飲んでって、その後もちょっとまあ2、3日ぐらい飲んでたんですけど、やっぱおかしかったもんで、その観音さんに話したら、やっぱり睡眠薬飲んだら君は感情のコントロールできやんし、それ親と揉め事起こしたりするから、もうその睡眠薬はやめやなあかんって言って、で睡眠薬を完全にやめようとしたら全く3日ぐらい寝れなかったんですよね。それが寝れるんやけど、なんかねうつうつと寝れるんやけど、それでその変な夢を見るんですよ。それでそれはもう怖い夢なんですよね。厚生病院で入院しとる時に看護婦に3人ぐらいで連れてかれて、厚生病院のね保護室ってところに放り込まれるっていう夢ももう5、6回ぐらい見ましたよ。5、6回ぐらい。それで看護婦さんに捕まえられて連れてかれるんですよ。で、ああいう精神科の病院っていうのは看護婦さんも男の人がいて、がっちりした体の人が何人もいて、それで、取り押さえられるような人がいるんですよ。女の人は少ないんですけど、男の人が多いです。がっちりした体の人が多いそうです、ああいうところは。だから、
だから結局その人たちも僕がこんな薬で病気になってるっていうのは思ってなかったみたいですよ。薬じゃなくて本当の病気だと思っとったみたいです。それでまあ警察官の人とかね、あと保健所の人とか、あと包括支援センターの人とか市役所の人もよく来ましたね、何回も。それで僕に病気やって言うてました。それで強迫性障害ってね言われました。それでなんやろなと思って、強迫性障害の意味が分からなかったんですけど、それでみんな他の人が言われて、それで僕にはその薬が合ってないとかって言われて、薬を変えたらどうちゃうかとかって言われて、それでやっぱり僕のことをね病気って言ってましたみんな。それで結局薬を飲んだでこんなことになったっていうことも誰も知らなくって、だから知ってるのはだからそのまあ観音さんとかね、まあ言うとったらまあ僕の知っとる学校の先生、まあ僕のことをまあ小さい時から知ってる先生とかはね、薬でなったんとちゃうかって言うてましたね。だからまともなことはね、結局は警察とかね、まあ精神科とかね、市役所とか包括支援センターとか保健所の人は結局そういうふうにしか見ないんですよね。病気としか薬になったとは思ってないみたいです。だからまあ今更ね、僕この間包括支援センターの方にもこの話をしたんですけど、あっそうっていうような話でしたね。薬になったんかって言ったらあっそうっていう話で、もう何にもね助けてくれないです。だからまた僕は事件を起こさないと来ないんですよ。だからもうこれからも何もないと思うんですよ、もう結局は。まあない方がいいんですけど、まあ結局はね、そういうのがもうないからね、もう用済みっていう感じですね。でもどうしたらいいんですかね、これからね。僕結局8年こうやって棒に振っていろんなものを失って、こうやって大事なね金のフルートを失って、まあこの間言った SR はね、まあ45万円まあ戻したらまあ返してくれるっていう話をしたと思うんですけど、まあ結局はどうなんですかね。その金のフルートだから4年ぐらいしか持ってなかったんですよ。それでうちまあ2年ぐらい使っとって、2年ぐらいまあ病気っていうかね、薬で病気になっとったんですけど、してなかったんですけど、まあ結局その金のフルートがね、僕にとってふさわしくなかったものなのかなって今思うんですよね。その初め使っとったその SR のね、銀の SR の楽器が大活躍してたんですよね。結局あれはね、まあ5年ぐらいしっかり使ってました。ずっと吹きこなしている楽器なんですよね、 SR の送金制の楽器は。だからあれじゃないと僕はあかんのかなとかって今思うんですよね。でもしかしたらあの金は僕にとってふさわしくない楽器やったんかもしれませんし、こうやって僕が売ってしまうのもなんか意味があるのかなと思って、それでピッコロをね、バーカードのピッコロを40万円のピッコロを買ったんですよね。まあそれもねちょっと癖があって難しいんですけど、これはもう練習するしかないなと思って。でも不思議ですよね、なんか94万円で金のフルートを売って、それでピッコロで他にもね53万とか76万とか90万のピッコロあったんですけど、その40万円のにしたっていうのは、それでだから後のお金で SR を買い戻せという感じなんですかね、僕に。だから前の SR が僕にもしかしたらあっとったんかもしれんし、そうやって観音さんが SR を僕に戻したのかなっていう感じもするんですよね。まあなんかいいような悪いような、でも結局はね大損したということなんですよ、薬を飲んで。まあ薬って僕言ってますけど、薬っていうのはだから怖いんですよ皆さん。こうやって感情の変化とか感情のコントロールができなくなるんですから。で僕みたいなこんな体の大きな体のものでもこうやって薬にやられておかしくなるんですから。薬は本当に蓄積しますからね、長い間飲むと。で8年間も飲んでるので、もう僕は蓄積されてるんですけど、まあ睡眠薬、まあその3日ぐらいまあ寝れやんで、で、半錠だけまあ飲んでみたら、やっぱり寝れたんですけど、
やっぱりね、昼ぐらいまでやっぱり眠たくって、やっぱり興奮したりとかね、イライラとか感情のコントロールやっぱりできませんでした。それで、まあ、それもね、まあ、5日ぐらい飲んで、やっぱりこれはね、もう完全にやめないとダメかなと思いまして、もう10日前、もう10日、10日になるのかな。まあ、まあ今日で10日になるんですかね。10日前のね、木曜日からもう完全に睡眠薬をやめました。睡眠薬をやめた後、やっぱりね、もちろんね、確かにね、寝れなかったですね、3日ぐらい。まあ、1時間、2時間、3時間ぐらい寝れたらいいのかなと思ってますけど、ここね、ここ3日ぐらいはね、まあ5時間とかね、4時間はやっと寝れるようになってきました。まあこれでもいい方です。全然寝れなかった時もあったんですかね、睡眠薬をやめた時は。それで変な夢を見てうなされましたから、まあいいと思います。それでまあ、その、結局ね、その観音さんのまあ事務所の人とか、そのまあ学校の前の先生とかね、その、視覚障害者支援センターの方とかにから聞いたら、喋り方がね、ものすごい落ち着いて喋っとるということです。それで、穏やかに喋ってるということです。それでまあ支援センターの人は、なんかたまによくやっぱり興奮することがあって、よく感情的になるかな、この人はなんか病気があるのかなって思ってたらしいんですけど、それで薬でなってるとは思ってなかったみたいです。それに僕がその薬飲んどるときは何回も同じことを何回も言っとったそうです。僕はあんま覚えてないんですけど、言ったことを。それでまあいろんな結局人が聞くと、やっぱりその薬をやめてすぐは出てこんかったんですけど、まあ3日ぐらいしてから話してみたら、なんかだいぶ変わったねって言われました。まあ乱暴に喋っとったりとかしとったみたいですよ。僕結構乱暴に喋っとったりとかね、なんかほったりような言い方をしとったみたいですよ。それでまあもうちょっとだから丁寧に喋ってなかったんですよね。まあ薬のせいにしてはいけないんですけど、まあ本当にね、その何回もまあね、同じことを言うっていうことは、そのまあその薬飲んどった時はね、ほんとすごかったんですよ。電話が気になりまくって、まあそのまあ警察とかね、消防署とか、まあ海上保安庁にも電話かけまくったりとか、あとお店とかね、なんかちょっと口がちょっとおかしいやろとか思ったら気になってね、何回も何十回も同じところに電話をしまくってました。気がついたらそうなってたんですよ。それで僕はね、昔からそんな電話ってね、そんなすることはなかったんですけど、この薬を飲むようになってから電話をしまくったりとかね、それでそのことが悪いとちゃうかとかって言って言いまくってたんですよ。それで一言一言が気になったりとかしたりとか、あと、まあ、自分は、僕は結構潔癖症があるって、うちの親が言われてたんですけど、神経質なところがあるって言われてたんですけど、その神経質なところで、結局自分が座っとる座布団とか、椅子以外には座れやんかったりとかね、まあ、床に、お尻を置いて座ることもできなかったんですよ。もっとひどくなっちゃったんですよ。それで、靴下も履かないと折れなくなっちゃったんです。それで、家の周りのものでも、もうその自分のものでもなんか汚い。それでまあ、それ結局外行っても汚いし。それでうちのお父さんが、例えば外から入ってきたズボン、まあ3日ぐらい、うちのお父さんがズボン3日ぐらい履くんですけど、そのズボンに当たられると汚いとかってね。それで人から触れると汚いとか、それで外のものでももう触れなかったんですよ、もう。もう汚い汚いばっか思って。それで気になりまくって。それで結局ね、まあ、店とかでもいっぱいトラブル起こしたことがあるんですけど、店の裏とかが気になったりとかね。それで、まあ、2年前のね、まあ今頃ですからね、12月頃なんですけど、名古屋のゲートタワーモールのね、ビッグカメラでも、その入っていってはいけないところに入ってって、結局そこに居ついたため、店の、職員からね、2人からグッと押し出されましたね。出せ出せって言って。それで、警察呼びますよとかって言われて、そういう揉め事もあったんですよ。だから結局そういうのがね、何回もあったんですよね。店の入ってはいけないとこに入っちゃって。それで、結
局ね、なんか気になるんですよね。言ってはいけないところがすごい気になったんですよ。それに目に入るものは全て気になったんですよ。今までそんなことなかったんですよ。確かにね、まあ、ちょっと気になるかなってのもあったんかもしれないですけど、すっごい気になりました。もう周りのことが気になって気になってしょうがなくなって、もうおかしくなりましたね、なんか。それで結局は、まあ今はもう散歩行ってないんですけど、まあ私は早い時は散歩はね、朝の午前3時から午前5時まで散歩しとったこともあったんですよ、おかしい時は。本当ですよ。午前の3時から午前5時まで歩いとったんですよ、あの真っ暗な道を。で、今ももうそんなこと用意しないんですけど、そういう時でもやっぱり周りのものがものすごい気になったんですよね。パイプとかね、道とかね、その溝とかがめっちゃくちゃ気になったりとかね、信号機の機械が気になったりとか。それで、下手したらね、ちょっとなんか車屋さんに入ってって、車を触って、の機械をなんか触ってしまったりもあったんですけど、すごいひどかったんですよ。まさかそんなそこまでなるとは思わなかったね、そんなひどくなるとは。それで、人の、まあ、本当に喋っとることも、店やっても気になったし、それで、人の言うとることも気になったし、で、横を人が通っていくだけでも気になったんですよ。で、人とすれ違うのも気になったし、気になることばっかでした。本当に。人がちょっと荷物なんか置いただけでも、横に置いただけでも気になったしね。もう、だから電車乗るのも、ちょっと出てくるのも、ちょっと怖かったんですよ。めちゃくちゃ怖かったです。昔はね、そんなことなかったんですけど、これ薬を飲んでからそういうことがありましたね。で、ね、まあ、2年ぐらい前とかはね、めちゃくちゃひどかったんですよ。2年前ぐらいはね、まあ、言うたらどうですかね、2018年から2019年ぐらいのこの2年ぐらいがね、めちゃくちゃひどかったんですよね。だから、結局、だから、フルート、まあ、先生に前習っとった、男の先生に習っとった時も、他の人のことがめちゃくちゃ気になったんですよね。おかしいぐらい。で、先生がね、そんな他の人のことはどうでもいいやろわって、お前が上手になったらいいやろわとかってなんか言われたんですけど、それも聞き入れなかったんですよ。だから前も、まあ多少なりともあったんですけど、それがだから強く出たということですね、薬を飲んで。だからその薬で気になり症ってまあ言われたんですけど、うちの親に。気になり症とか神経質とか言われたんですけど、それが過剰に現れたということなんですよ。今までないような、まあ地獄のような体験でした。まあこう今ね、結局薬飲んだんがまあ38から38か38あ37から、それで今現在この間44、まあ今年の8月に44になったんですけど、この8年間はね、自分で勝手に薬を飲んだんですね。それで苦しみましたわ。なんでこんなバカなことをしたんやろなって今思ってますけど、もうね、振り返ってもこの時間はもう二度と帰っていきませんので、まあこれからどうしていったらいいのか分かりませんけど、まあこの話をね、まあ、僕がまあ 小学生、三重県立文学校にいた時の小学生の担任の先生ね、まだ生きて見えるんですよね。その先生も今もう86でもう寝たきりって言ってましたわ。それで携帯だけはまあ繋がってちょっといろいろ話したら、ああ樋口くん辛いことあったね、もう私ね何にもしてあげられないのよって言ってました。まあ確かにね、何にもしてもらえないと僕は思ってたんですけど、まあちょっとお話ししてみたかったもんで、それでその先生ももういろいろ体が寝たきりでも自分では動けないそうで、何でも忘れてしまうそうですよ。それでまあ結局ね、その僕から電話がかかってくると僕のことは思い出してくれるそうです。それでその先生はもう本当にね、
あとどれくらい生きられるかどうかもわかんないんですけど、あのまあね、寝たきりでね、まあご飯もらってるので、まあ長生きするかと思うんですけど、その先生はね、いつも僕の幸せを本当に願っているらしいです。あのまあこういう8年間のまあ話したら、まあ辛いことあったねとかって言ってくれたんですけど、あの本当に僕のことをね、本当に幸せを願ってくれている人みたいです。すごいですね、そういう方がいるってことは。もうでも本当に古い先生、知ってた先生もね、たくさんもう亡くなりましたんで、あのもういないんですけど、もう本当に頼れる先生もいないんですけど、もうこれからはね、本当に自分でどうにかするしかないんですよね。まあどうしたらいいですかね、これからね。まあ楽しく歌ってフルートをね、また吹いて SR でね、フルート上手くなって、いい人生がまた送れるといいですね。でね、もう私はね、またね、仕事行ったとしても、もう金のフルートはね、もうこりおりですんで、金のフルートはもういらないですね。もうまあ銀とかね、まあ銀のまあプラチナメッキのフルートぐらいかなと思います、今度買うとしたら。まあピッコロもねあるのでね、まあ結局あれですよね、ピッコロを吹くためにフルートを打ったのかなと思うし、まあ感情の変化でフルートを打ったのかなかとかもしれないし、まあどっちかわかんないですけど、まあということですね。まああのね、睡眠薬はね、まあいっぺんにやめることは難しいんですけど、まあ僕はもういっぺんにやめるしかないと思いまして、睡眠薬はもう飲みません。これからもね、飲まないです。それでまあ精神科の薬とかね、あとまあちょっとした風邪薬とかもね、あると思うんですけど、まあ必要以外の時はもうやめておこうかなと思っています。それでね、まあ睡眠薬はもう怖いですね。もう半分も飲みたくないです。睡眠薬を飲まずにアルコールをたくさん飲もうかなと思ってますけど、アルコールもアルコール中毒っていう怖いのがありますので、それもまあ気をつけないといけないんですけどね。まあね、人生皆さん本当にあれですよ、薬ちょっとしたことで人生が狂ったりとかしますから、皆さん気をつけてください。今日もね、まあちょっと動画が長くなりましてすいません。またいい話を持ってこれたらいいですけどね、ここにね、こんながっかりするような話ばっかなんですけど、まあこれからもまあフルートをね、もう習えるとこも見つかりましたし、また練習をしっかりして、またここへ出せるようになりたいと思っています。それでね、また私の下手な歌でよかったら、またいいのでまた聴いてもらいたいと思います。ではね、ちょっと動画が長くなってしまったんですけど、これで失礼します。ありがとうございました。